江戸での剣術修行を終え故郷に戻ってきた坂本龍馬。1年ぶりの土佐で龍馬は育ての親ともいえる吉田東洋と再会する。土佐の苛烈な階級社会を改革戦とする東洋は武市半平太を名手とする土佐勤王党と手を結んでいた。坂本龍馬と武市半平太、兄弟分として土佐で育った2人の男はそれぞれの道を歩むことになる。吉田東洋の突然の死によって龍馬は吉田東洋暗殺の濡れ衣を着たまま真犯人である覆面の男を追うべく土佐を去った。龍馬の孤独な戦いの幕が上がる。勤王とは帝をこそ日本の主君と仰ぐことであり徳川幕府打倒の根拠とされた思想である。このため勤王志士たちは帝を擁する京に各地から集結し幕府要人を殺害するなど町の治安を脅かしていた。お龍ちゃん、お昼の準備できとんな？はい、大丈夫です。あ、それやったらそろそろ2階の寝ぼすけん派起こしてきて。まだどうすか？ご飯時守ってもらわんと全然片付かんしね。悪いけど頼むわ。ちょっとはじめさん、いつまで寝とんの？もう起きなはれ。はよ起きてって。また朝までお酒？そないなお金あったら宿賃払ってもらわんと。お龍ちゃん、もうほっとき。はじめさん、宿賃はきっちり帳簿につけとるさか。逃がしゃしまへんえ。またおかみさんは甘いこと言うて。さあ、はよお昼にして。出かける。は？お昼はどないすんの？悪いがいい。サイコロが俺を呼んでんだよ。今日も帰りは遅くなる。夕飯の用意はしないでいい。けど別にそれかて宿代安うなったりしまへんからね。金に細かい女たちばかりだな、この宿は。はじめさん、出かけるんやったら気ぃつけや。あんたみたいな素性の怪しいご浪人がうろうろしてはると。新選組の連中に切られるだろ。そう、まったく今日の治安を守るためや言うけど、ちょっと怪しい言うだけで手当たり次第や。幕府が新選組作ってからこっち
町中血生臭くてかなわんわ。そうだな。博打やらお酒飲むために出歩いて殺されちゃ親も泣くんとちゃう？余計なお世話だ。あっそ、せっかく人が心配して言うてるのに。俺が死んだら宿代を取りっぱぐれるからな。好きにいいよし。なかなかやるじゃねえか。いや、あんたらが弱すぎるだけだ。なんだそこだ。もう一遍言ってみる。どうも俺の見込み違いだったらしい。邪魔したな。まだ来たばっかりじゃねえか。慌てて帰ることはねえだろ。俺らも相手してくれや。なあ。相手してやってもいいが、その前に一つ聞きたいことがある。あ？天然理心流の使い手を知っているってやつはいねえか。天然理心流？江戸の司令官って道場に伝わる田舎流派だ。なんじゃそりゃ。柔術や棒術、小武道も節操なく取り込んで、型より実践を重視している。その使い手を探してんだ。それで町のめぼしい道場を聞き回ってるんだが。天然理心流つったか。聞いたこともねえよ、そんな田舎流派。それで話はしまいか。ああ、やっぱり無駄足だったな。おい待てや、ここに来たこと後悔すんのはまだ早すぎるぜ。なあ、せっかく道場まで来たんじゃねえか。たっぷり稽古つけてやるよ。ありがたく思えや。旦那、斉藤の旦那。カラスか。よくここが分かったな。これでもカラスの銀次で通ってる男です。
そのぐらいわからねえと情報屋なんて務まりませんよ。ところで今日は何か収穫はありましたか？いや、今日も外れだ。そりゃ難儀なことで。手がかりは天然理心流の使い手ってことだけだ。今日にいるとすればこの手の道場が臭いと思ったんだがな。この何ヶ月かであらかた今日の道場は見たんじゃないですか？ああ、だがこのやり方はもう手詰まりだ。そっちは何かつかめたか？いえ、何分天然理心流は無名の田舎流派ですしね。ねえ旦那、今日にその使い手が来ているって話、本当に確かなんですか？天然理心流は江戸の市営館って道場の流派だ。だがそこの門人たちは道場を畳んで京に向かったらしい。俺が知っているのはそれだけだ。なるほど。ですが今日は今勤労の獅子ってのが山ほど群がってきてますからね。それこそ何百って剣術使いがそれぞれの流派を勝手に名乗っているんです。その中から無名の流派を探すのは骨が折れますよ。情報屋ってのは客に愚痴るだけで金がもらえるのか？これって厳しい。まあいただいた前金の分だけは仕事させてもらいますから。それじゃ。
ほっほう。おおきに。早いもん勝ちやで。よってんてや。お待ちくだはれ。お酒のお代は？つけにしとけや。こないだ薩摩もんにはそうしてたろ。ちゃんと知ってんだよ。せやけど、あなた方のはどちら様へお付けしたらええのか、わからしまへん。うるせえ！俺らは勤王の志士だぞ。天下国家のために、命がけで幕府と戦ってんだろうが。この野郎、何突っ立ってんだ。詫び入れろや。あんたら、ええんでっか？新選組呼びます？なんだと？バーバー！もう一遍言ってみろ！はい、てめえも詫び入れて出すもんだぜ。あいにく金も、クズに下げる頭も持ち合わせがねえ。
てめえ、クズってのは誰のこった決まりだ、この野郎。天誅受けろや。行くで、おら。アホらしい。お侍様、最近は安内な出会いが多くて、おかげでほんま助かりましたわ。いかんと損やで。安うなってますね。さあ、どうないですか。Come on! え?
え？なんやあれ。
れ見ろ。ありゃ新選組だ。いかん、引き返そう。恩師は坂本。やっぱりそうぜよ、わしじゃ。俺、土佐の島田雄平。恩師、今日に来ちょったかい。人違いだ。ちょ待ち、何言うがじゃ。ヒット、脱奔してからどこにおったかじゃ。覚え出すな。いや、新選組ぜよ。やばい、逃げるがじゃ。逃げやがった。おい、捕まえろ。なかなかの見物やったね。ええやん、それ。参ったか。酒屋のおかみさんも助かったんちゃいます。ここは何笑うな。今度俺たちのやりたい。ごちそうさま。ほんま酔っ払いは面倒やな。もう大丈夫だ。所詮新選組は田舎者の集まり。入り組んだ京の町で奴らを巻くのは簡単だ。あんたは。おっとっと、せっかく新選組やり過ごしたってのに勘弁してくれる？俺もあんたと同じ、叩けば埃が出る身だよ。そうかい。じゃあな。あんたさ、天然理心流の使い手は見つかったのかい？なんだと？誰なんだあんた。気がつかなかったかな？さっき道場にいたんだけどさ、てまあ影に隠れて話を聞いてただけなんだけど。いや、悪いとは思ったんだけど、ついつい盗み聞きしちゃってね。そういうの大好きでさ。あんたは誰だと聞いてるんだ。ああ、そうか。俺は長州藩の新堀松助。これでも一応勤王の志士ってやつだ。おかげで幕府や新選組からは目の敵にされちゃってるんだけど。なるほど。それじゃあ新堀ってのは偽名か？まあ初対面だし偽名で勘弁してくれ。けどあんたの剣の腕俺に預けてくれるってんならいずれ本名も教えるよ。何？実はさ、今京の道場を回って
剣の腕の立つ男を探してるんだ。どうしてそんなこと？いや、近々ちょっと人騒動を起こそうと思っていてね。誰にも負けないって剣の使い手が必要なんだよ。あんただったらうってつけなんだけど、どう？あんたの本名に興味はない。予想当たるんだな。釣れないな。それじゃあ、そうだな。まずはあんたに一つ恩を売っておこうか。ん？これでも俺、長州藩切っての情報通って言われててね。情報の仕入れ方には精通してる。そうなのか。それがどうした？あんたのやり方は古い。普通じゃない情報を仕入れるのに普通の情報屋を使うのは考えもんだよ。まあ懐の事情もあるんだろうけどね。俺の見たところ、あのカラスとかいう情報屋、あれ普通も普通、超普通だ。じゃあどうすればいいんだ？もしあんたがまだ天然理心流とやらの使い手を置きなら、俺がこの京で一番と言われる情報屋を紹介しよう。見返りをよこせとは言わない。こいつはあんたへのお近づきの印だ。聞く気はあるかい？ああ。その情報屋は貧民街の奥、西の河原と呼ばれるところを根城にしてる。通称西の風呂屋。西の風呂屋。依頼主に情報を渡す場所が必ずどこかの風呂屋なんだよ。なるほど。これから俺の方でそいつに天然理心流の使い手を調べておくように手配しておく。あんたは日が落ちたら屋敷町南の風呂屋へ行ってくれ。店の門に新堀松助と名乗ればその情報屋のところに案内されるはずだ。ずいぶん親切なんだな。この話、どんな裏がある？疑り深いね。俺を信じるか信じないかはあんた次第さ。でも信じないで何もしないより、信じて裏切られた方が少しは前に進める。夜になったら俺は新堀松助を名乗って屋敷町南の風呂屋に行く。それで情報屋に会えるんだったな。ああ、ただ夜までしばらく時間がある。新選組には気をつけた方がいいよ。分かってるとは思うけど、幕府が連中に京の治安維持を任せてから浪人者は街歩くだけで命がけだ。少しでも怪しければ切られるし、時々怪しくなくても切られる。分かっている。待ちなよ。せめて名前くらい教えてってもいいんじゃない？俺も偽名かもしれないぞ。まあそこはお互い様だから。斉藤はじめだ。斉藤さんね。覚えとくよ。そんじゃ。長州藩の新堀か。隙があるようで隙がない。不思議な男だな。おっと。
え？いや。いえ。はあ。え？
どうもお越しやす。ニーボリ松助ってもんだが。へいへい、そらどうもご丁寧に。ニーボリ様でいらっしゃいますね。風呂は奥でございます。どうぞ。おいでやす。ごゆっくり。ニーボリ松助だ。話は聞いてるよ。この風呂は貸し切りってわけか。ああ、他には誰も入ってこねえ。安心だろ。あんたがサイの風呂や。そうだ。あんたは斉藤はじめ。自己紹介はいらねってわけか。まあお互い知りすぎるのはやめにしとこうや。なかなかいい湯だな。ニーボリから聞いているだろうが、天然離心流の使い手を探している。ああ、だがその前になぜそいつを探しているのか理由を聞かせちゃもらえねえか。余計な詮索はなしだ。その分金も払う。俺の情報料は浪人者に払える額じゃねえぞ。まあ今回は前金でもらってるがな。ニーボリからか。そういうことだ。何者なんだあいつは。長州藩の新堀松助。それ以上は知らん方があんたのためだ。そうか。だがそっちが先に詮索してきたんだ。好奇心がねえとこんな仕事続かねえんだな。まあ分かったよ。さっきのは忘れてくれ。試しに聞いてみただけだ。初めから仕切り直そう。天然離心流の使い手だ。どこに。ああ、まず順を追っていくが、天然離心流ってのは唯一紫衛館って道場に伝わる田舎流派だ。その紫衛館の連中が1年くらい前に江戸から京に登ってきた。あんたが知っているのはそこまでだったな。ああ。その後京に入った紫衛館の連中はある組織を作り上げたんだ。ある組織。その目的は幕府を後ろ盾とした京の治安維持。主に倒幕を画策する勤皇志士を取り締まることだ。何それって。ああ、そのある組織ってのは新選組だ。紫衛館の人間が今京で志士たちを切りまくっている新選組の幹部ってわけだ。そもそも新選組局長の近藤勇って男、こいつが天然離心流の四代目宗家でな。近藤を含めた免許改伝者6人が新選組幹部となっている。副長の土方歳三、総長山並圭介、一番隊隊長沖田総司、二番隊隊長長倉新八、六番隊隊長の井上源三郎、そして八番隊隊長の東堂平助。みんな京で名を挙げている人斬りだ。それじゃあ天然離心流の使い手は今は全員新選組にいるってことか。ああ、京に来た頃連中はまだ田舎流派と馬鹿にされていたが、すぐに大流派の勤皇志士さえ末物みてえに斬りまくった。そこへさらに千人の人斬りが集まったのが今の新選組だ。戦国時代でさえここまでの人斬り集団はなかったろう。
その新選組幹部の中で一年前に土佐へ行った男はいるか。え？そんなの調べちゃいねえよ。それに調べろと言われても難しいな。そいつは新選組の懐に深く入って初めて聞き出せる情報だ。時間がかかりすぎる。そうか。するとあんたが探しているのは1年前土佐にいた天然理心流の使い手ってわけか。どうしてもそいつを探れってんなら相当弾んでもらわねえとな。いや、目的の男が新選組にいるのは確からしい。ここから先はこっちでやる。ほう、どうやって調べる気だ。ああ、ちょっとお客さん、今貸し切りでさかい。なんだ。いや、わからねえ。すまへん、親分。そいつらどうしてもお風呂に入れろ言うて。入り口に貸し切りの札がかかっていたはずだが。そしたらわしが風呂屋に来る前に知らせに来とくんやったな。わざわざ店まで来た客に帰れ言うんか。ちっ、入るんならさっさと入れ。いつまでもそんなもん見せつけてんじゃねえ。ふっ、の風呂屋言うのはお前か。とぼけても無駄やで。ちいと調べてもらいたいことがある。なんじゃおれ、このダフ。早く水で埋めんかい。おい、あ、どこの大将だか知らねえが、何をそんなにイラついてやがる。何やと。じゃあな。ああ。待てや悪い。誰がイラついとる言うた。もう一遍言うてみ。誰がイラついとるって。手を離せ。遊びじゃ済まなくなる。へえ。望むところや。おい、少し騒がせ。ったく、参ったな、こりゃ。
そいつはこっちのセリフだ。おい、冷た。お前らいい加減頭冷やせ。続きがしたきゃよそでやるんだな。おい、なんだ。これからいっぱいおごらせてくれ。おごられてやるよ。大した羽振りだな、あんた。せやけど、男にはめったに怒らんで。せやからわしは、あんたを気に入ったっちゅうことや。あんた、国はどこや。身の上話をするには、まだ酔いが足りねえ。アホか。わしより飲んどるやないか。あんた、サイの風呂屋に踊ったが、何の情報交換や。そこまで話す義理はねえ。それよりあんたこそ、情報屋に仕事を頼みたかったんじゃねえのか。ええ、あんたと殴り合うたおかげで頼み損ねてもうた。そや、わしが買いたかった情報が何やったか話したら、あんたも話すか。いや、そいつはごめんだな。ま、ええー、わ。別にわしの方は隠す必要もあらへん。わしの欲しかった情報は、新選組局長、近藤勇についてのすべてや。何？あいつはほんまムカつく男やで。あの何もかんも見透かしたような目。あんたが古屋で言うた、わしのイラつきの原因があいつやったんや。あったのか、近藤勇に。おう、おうたで。あんたと古屋でおうた、ほんの少し前。あんた知っとるか。近藤は百姓上がりのにわか侍や。それが剣を取った途端、なんたらいう流派を継いだっちゅう。天然理心流だ。ああ、それや。そのにわか侍が目合わせただけでこのわしに汗かかせよった。今日はおかしな日や。近藤といい、あんたといい、強い男にやたらと会う。あんた、どこで近藤勇に会ったんだ。なんや、あんた、近藤に会いたいんか。相手は幕府お抱えの人斬り集団や。その局長ともなれば、簡単に会うことはできん。せやけど、手がないこともないな。なんだ。無理やり新選組の屯所に押し込むか。それとも、新選組に入るか。せや。なら、あんたはどうやって会いに行った。わしは近藤に会いに行ったんとちゃう。向こうから会いに来たんや。
なんだと。あんた何者なんだ。やっと聞いてきたな。せやけどわしはもうヨタで。酒の次はそろそろ女や。あら、今日の女子はええ。今で育った国の女子とは大違いや。もう先生、宿すえ。おいどんな、薩摩藩軍部役をしちょる西郷吉之助でごわす。薩摩の西郷吉之助。ほな、いずれまた。ご存知ですか、薩摩藩いうところは、あの西郷先生の一声で舵を切らはりますえ。ああ、その分敵も多いお人やさかい、わざと大阪なまりで喋らはるし、めったなことで名乗らはりまへん。お客はんは先生にたこを買われはりましたな。何万だぶ、何万だぶ。お役人はまだ来てへんの。新選組がやったんとちゃうか。それやったら近くにおるやろ。やっぱりそうぜよ、わしじゃ。俺、土佐の島田雄平。恩師、今日に来ちょったかい。島田雄平は口の軽い男じゃったき、面倒を起こす前に始末する必要があったがです。お前が島田をやったのか。だが、わしは敵じゃありませんよ、龍馬さん。あんたとやり合うつもりはないき、今夜ムクロガイに来ていただけますか。ムクロガイ。場所は寺田屋の人間に聞けばわかります。俺に何の用だ。来ればわかりますき。では。あらまあ、お帰りやす。今日はお早いこと。何とでも言ってくれ。それよりお寮、ムクロガイを知っているか。ムクロガイ？
あそこは無宿の巣窟や。無宿の巣窟？地元の人間どころかお役人もよう近づかん。お尋ねもんやら無宿人の吹き溜まり。なんやそこら中に身ぐるみ剥がされた死体が転がっとるいう噂や。今から案内を頼めるか。近くまででいい。あんた話聞いとらんかった？あないな場所誰も近づかん言うとるやないの。お涼ちゃん、ええよ。俺が案内するわ。どうせあそこは俺が船出さないからへんし、なったら遠くから見てすぐ引き返せるさかい。ああ、頼む。うちは知らんよ。ほな、お客さん。準備ができたら声かけてくれまっか。それとも、もうよろしい？ああ、大丈夫だ。ほな、船の準備してきますわ。せやけど、アンさん、ムクロガイなんかに何の用でっか？お呼びがかかってるんだな。お呼び？ほな、やっぱり遠くから見るだけですまんのでっか？ああ、人に会うことになって。ま、そんなとこや思ってましたわ。そういや、なんでムクロガイって呼ばれてるか知ってまっか？ほんまは六門町っていう土地なんですけど、かなり昔に落外で一番大きなお寺があったらしいですわ。そこに高名なお坊さんがおったようで、不治の病にかかったもんや夜逃げしたもんを大勢世話しとったようです。それから数年後にどうやら流行り病がそこで見つかったようで、お寺の住人みんな土に埋められたらしいんですわ。実際あそこの土掘り起こしたら山ほど骨が出てくる。そんで通称ムクロガイって呼ばれるようになったんですわ。今じゃ無法者のたまり場です。アンさん、長いはせん方がええで。そろそろ見えてきましたで。手間かけさせたな。お帰りはどうなさります？なんとかする。あんたは帰ってくれていい。へい。やろ、イカサマしやがった。来ないなとこで人生終わりたない。
ここに何の用だ。有賀に置いてけや命は勘弁してやってもいい。腰の門を捨てろ。俺は坂本龍馬だ。編笠の男に呼ばれてきた。孫男はわしの客勢よ。なるほど、お前だったのか。いいぞ。兄弟も一緒ってことか。さあな。いいぞ。久しぶりぜよ、筆頭。1年前のわしとは一味違うき、よう見ちょれ。1年前の剣とはさっきが違う。土佐抜けてから大勢切ってきたということですか。さあな。何の真似だ。今のあなたをこの目で確かめる必要がありました。1年ぶりに会う人間をそのまま竹地先生のもとへは通せませんき、ご無礼をお許しください。やっぱり兄弟もお前と一緒に京に来てんだな。ええ、ですが今の先生は例の新選組にしつこく狙われる身、人目をはばかっております。兄弟はどこにいる。この無黒街の一番奥で筆頭をお待ちです。案内しちゃもらえないのか。ええ、わしは今もあんたが嫌いですき。なるほどな。
でここにおるんや。いらっしゃい。兄弟なのか。よう見違えたな。ああ伊蔵が試すような真似して悪かったな龍馬。今京の町で人に会うのはえらく用心がいるんだ。いやそれより兄弟はいつ京に。何言ってんだ。お前が来るよりずっと前からだよ。もっと行け龍馬。お前と飲むのも久しぶりだ。今京にいるってことはまさか兄弟も土佐を脱藩したのか。あれから土佐で何があった。おやっさんが死んだあの日から まず言っておくが俺は土佐を抜けたわけじゃない。それどころか身分を格上げされたんだ。格上げ。ああ今の俺は土佐藩京都留守役だ。白札合子から上司に格上げされた上でな。あんたが上司にだと。全ては1年前お前が土佐を抜けてまで俺を救ってくれたおかげだ。金の戸は生き残りそれを後ろ盾に俺はあの土佐の老人たちと手を組んだ。何それじゃ兄弟はおやっさんを殺した黒幕かもしれない連中に頭下げたってのか。ああそういうことになるな。聞いてくれ龍馬。今重要なのは土佐だけのことじゃない。俺は日本全体を変えなきゃならねえと考えてる。つまり倒すべきは土佐藩よりもそのさらに上で階級支配をする徳川幕府だ。幕府を倒す。ああそれが俺とおやっさんが目指した先にあるもんだ。だから俺は土佐の老人たちに下ってまでこの京に来た。龍馬よこれから時代を動かすにはやはり帝のいるこの京だ。幕府を倒そうって勤皇の志士たちが日本各地から集まっている。彼らは帝を中心として倒幕勢力を増やそうとしているんだ。それこそが勤皇なんだよ。兄弟は本気でそんなことができると思っているのか。ああ
だが俺だけじゃない。おやすさんもできると考えていた。徳川300年の階級支配は衰え始めている。黒船の脅威が日本中の勤労志士を振り立たせたんだ。今しか幕府を倒す機会はない。俺はなるよ。ば今日に来て以来倒幕に向けた朝廷工作を仕掛けてる。おかげで幕府は俺を見つけて殺そうとは言ってたよ。それでこんなとこに隠れてるのか。まあな。だがそれより龍馬、お前はこの一年どうしてたんだ。俺は今もおやすさんを切った覆面の男を探している。あの時のあいつの剣さばきを手がかりにしてな。あの剣の達人だったおやすさんを切るほどの腕、そのくせ主だった大流派にはない剣筋、それでたどり着いたのが天然理心流だった。天然理心流。江戸近くの司令官という道場でのみ伝承された流派だ。使い手はそう多くはない。そして今日その流派の人間の所在が分かった。どこなんだ。新選組だ。新選組局長近藤勇が今の天然理心流宗家だ。新選組だと。それじゃあの近藤勇が土佐まで来ておやさんを殺したってのか。いや、天然理心流の使い手は近藤一人じゃない。新選組幹部の大半が天然理心流の使い手なんだ。俺はその中に例の覆面の男がいると見ている。なるほどな。だから俺はそいつを見つけ出すために新選組の懐に入り込むつもりだ。なんだと。龍馬、お前は何て言った。俺は新選組に入隊する。お前、自分が何言ってるか分かってんのか。もう決めたんだ。情報屋を使って調べられることは全部調べた。この先覆面の男を追うには他に手がない。ダメだ、危険すぎる。お前は俺と一緒にいるんだ、龍馬。今の俺の力ならお前が土佐に戻れるようにもできる。もうこれ以上おやすさんを殺した犯人を追う必要はない。復讐は忘れろ。それに新選組に入ったとしてどうやって覆面の男を特定する。顔もわからん、声もわからないんじゃどうしようもねえだろう。一度は命をやり取りした相手だ。そいつと生き死にかけて切り合ってみりゃわかるはずだ。何意地張ってるんだ龍馬。考え直せ。金の堂に戻って俺と一緒におやすさんの志を引き継ぐんだ。おやすさんだってお前にそれを望んでるはずだ。おやすさんはお前に言ったはずだ。俺と一緒に土佐を変えてくれと。言いたいことはそれだけか。たけしさんよ、龍馬、どんな理由があろうと俺はおやすさんを殺したかもしれねえ奴らと組む気はねえ。なんだと。あんたは目的のためなら誰とでも組んでどんな手でも使うってのか。龍馬、土佐を変えるにはまず幕府を倒さなきゃなんねえんだ。一介の豪士がそれをやるには手段なんか選んじゃいられねえ。そんなこと土佐人のお前ならわかるだろう。そんな話してんじゃねえよ。死んだおやすさんに胸張って土佐変えるために頑張ってますって
言えるのかって聞いてんだ。どうなんだ、答えろ。俺はおやっさんに胸を割れるさ。何恥じることなく堂々とな。なんだと。逆に聞くか、お前がしてることはそんなに誇らしいことなのか、龍馬。今更おやっさんを殺した犯人を見つけ出したとして何になるんだ。そんなことをしておやっさんが喜ぶとでも思ってんのか。そんなことだと。ああそうだ、おやっさんはな、新しい時代を託すため俺たちを導いてきたんだ。自分が死んだ後の復讐のために俺たちを育てたわけじゃねえだろ。違うのか、龍馬。意地になるな。俺らがすべきことはもっと他にあるはずだ。じゃあ忘れろっていうのか。あんたはおやっさんを殺した奴のことはもうどうでもいいっていうのかよ。俺だって忘れられるわけがないさ。だがもっと大事なことがあるというだけのことだ。今度会うときには兄弟って呼べないほどあんた遠くに行っちまってるかもしれないな、龍馬。俺はあんたみてえに人間が器用にできちゃいねえ。おやっさんが誰になぜ殺されたのかをどうしても知る必要があるんだ。それが分からない限り、ほら、一歩も前に進めやしねえんだ。